はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら GS さんからなんですけども、ですね、今日はタウンホール13の GS さんちょっと見ていこうというふうに思ってます。まあ、最近ちょっとですね、なかなか関西クラクラクラブのホームと、まあ、ティーコンさんをね、お届けできてないのが少し、気にはなってるんですが、まあ、ここからはですね、カンクラとティーコンさんどんどんまた、やっていきたいというふうにも思いますので、本日は、GS さんのですね、タウンホール13、なんで見てほしいかっていうと、まあ、これですよね。バタングさんに、なんと、100% パーフェクトのね、勝利をしているということなんですね。で、バタングさんって、この、2020年の、世界選手権で、ベスト4まで入っていた、まあ、皆さんももちろん知っている、超強豪クランになるわけなんですけども、このクラン相手にこの成績ですよね。あ、まあ、すごいなと思って。ちなみにこれも、ちゃんとですね、CWL、その世界大会の、中で行われているので、まあ、双方かなり全力でぶち当たりながらのこの結果ですね。しかも GS さん2手残してますからね。このクランさんが解散するってもう本当に日本界隈の大きなロスじゃないかって、改めてちょっとこう思っちゃいますけども、本日はこの中からですね、合計6本のリプレイ、ご紹介するんですが、何がまあ主題かというと、一個の攻めに集中するんでもなくて、三つの戦術を二本ずつ見ていきたいと思います。で、今回の GS さんのこの25名のアタックの中で、まあ、前回がだから25本生まれてるんですけども、それってですね、大きく三つの戦術に、ま、対別できるかなと思ったんですね。まあ、もちろんそれ以外にもあるんですけども、今回紹介したいのは、まあ、特に、多く前回を取っていた戦術合計三つ見ていきたいと思います。まず一個目。これですね、スーサイドじゃないわ。なんかおかしいな。クイヒーディガホグ。クイヒーディガホグが実はかなり、GS さんで使う頻度の高い戦術になってます。ここの壁をダミーは上げていきます。で、まあ、この角子から入れるっていうのはすごく難しいので、このね、ちゃんと壁開けた隙間からアーチャークイーン、クイヒーの形にして入れていくと。イエティを出すので、イエティがダメージを受けている状態で、ヒーラー出しちゃうと、ヒーラーがイエティの方に行ってしまいますよね。なので、アーチャークイーンがちゃんと、ダメージ受けてからヒーラーを出すことによって、こんな風にですね、ちょっと、ダメージ量際どかったんですけども、しっかりアーチャークイーンが回復して、いけるような形になっています。これイエティついてた瞬間にもう大事故ですからね。ヒーラーが全部焼かれちゃうんで、そこは、ダリッシュさんかな。かなり上手なコントロールをなさっていました。で、フリーズの呪文でシングルインフェルノを止めるんですけども、このですね、今環境において、やっぱシングルインフェルノってクイヒーキラー感がすごい強いですよね。クイヒーってマルチインフェルノには強いけども、シングルインフェルノには、レイジの呪文、ヒールの呪文を使っていかないと対抗できないという、皆さんそういう、頭があると思うんですよね。僕もそうです。なんで、それを逆田にとってこういうダミー壁かつシングルインフェルノがあり、まあ、クイヒーが絶対ここ入ってこないだろうなみたいなところっていうのをこんな感じでスーパーボールブレイカーと、レイジフリーズの呪文を使って突破することによってですね、そこから先の伸びがやばいんですね。防衛具に関しては、この後アーチャークイーンが釣って処理をしていきます。で、さらに、この中盤部分で入ってきてるので、クイヒーで削ってるパートが結構広いんですね、こういう風に。なので、ディガホグが非常に狭いルートをこう進んでいけるわけですよね、ここ。なので、ヒールの呪文だったり、レイジの呪文、さらには、グランドオーデンのこの、トームの範囲内にきっちり入ることができているという点が見逃せないですね。で、ヒーラーに関しては透析機器にこうやられてしまうんですけども、まあその最後の最後で、近くにいたディガーをちゃんと回復もさせてくれてるし、アーチャークイーンの削りが十分なんで、終盤こう広がってはしまうんですけども、広がったユニットたちが、しっかりと、その行った先で防衛を壊してくれて、こういう風に全開まで行ってしまうということなんですね。残り方がまあすごくないですか。ほら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 、ホグライダーのこの数、ロイヤルチャンピオンもね、ほぼほぼ無傷で、シールド残しちゃってるし、これもシャレた感じでシールドでこれ壊すのかな。おお、スキル残しか。いやー、ジェントルメンすげーな、うまで、次のね、アタックもですね、キサラさんのアタックになってくるんですけども、同じですね、シングルインフェルノ、ここありますよね。この中に、クイヒを入れていきます。そうすることによって、防衛軍も釣れるわ、着衣も処理できるわ、宝石剣も壊せるわ。もう、美味しいことずくめなんですよね。
これをどうやっていくかっていうところをまあよく見ていきたいと思います。呪文の編成は至ってオーソドックスですね。レイジ3発、ヒール2発、フリーズ2の、ポイズン1。これはもうクイヒディガホグの昔からの超オーソドックスな、形になってます。ジャイアントで、ここの、この空白部分、ここにね、穴が あるんですね。わかるかな、ここ。ここ。この穴のところにジャイアントを出して、バイアントラップとかがないか多分確認しましたね。で、することによって、スーパーボールブレイカーがそこに飛ばされちゃったりしないように、ちゃんとチェックをしていますね。で、レイジを打って、でさらにスーパーボールブレイカーで壁開けた穴の中に、クイーンが入ってきます。この時点でフリーズ一発、レイジ一発は使ってますね。で、スーパーボールブレイカーでさらにこの奥を開けることによってイーグル砲を壊していきます。つまり防衛軍透析機シングルインフェルノアーチャークイーンイーグル砲、もう見てください、このここにおっとここにあった重要施設を片っ端から空飛で投げ倒す。で、その部分で使った呪文がレイジ2発のポイズン1のフリーズ1ということで、残った呪文まだまだありますよね。で、残った呪文を当然、ディガホグに使っていくんですけども、さらにアーチャークイーンがこう中央部をえぐっていくんですね。こういう風にえぐっていってくれるので、なおさらディガホグのルートっていうのがこう制限されていくという形になります。中盤ここで膨らむんですけども、ここをどう処理していくか、タウンホールがあるところを、処理するその、ね、方法をよく見ていきましょう。ディガホグがかなり集中して進んでいってますね。左下方面にはアーチャークイーンがあります。で、10日兵舎から出てきたでホグライダーが合流して、ここで面を作ってますね。こういう風に綺麗な面を。綺麗な面を作って、面で押し上げている。で、タンクホールのダメージやっぱり大きいんで、トーム期間中にはやっぱり壊せないんですけども、ここを突破するときにちゃんとトームを使って、確実にホールを壊すことにより、まあ、ホールの付近にいたユニットは結構ダメージ受けてやられちゃうんですけども、ばらけてしまっている反面、下側にこう逃げていったユニットがいるんですね。こいつらが、最後、クロスボンのところに集まっていて、ロイヤルチャンピオンを守っていきながら全開するという感じですね。やっぱりそのシングルインフェルノがあったからといって恐れずにそこをフリーズレイジで突破できるということが分かっていれば、あとはタイミングだけの話になってくるってことですよね。で、防衛援軍の処理に関しても、まあ、1本目は、スーパーガーゴイルと、ストライカー、2本目は、ラバハウンドでしたね。まあ、どちらも食い火でやっぱりちゃんとタイミングがつかめれば処理ができるユニットたちになりますので、まあ、そこはあのね、これかなりそのなんていうのかな、考えるよりも手が動くぐらいに慣れておかないと多分できないと思います。自分実は今あの食い火理学でレジェンド回してるんですけども、あのスーパーガーゴイルとストライカーの援軍にまあやられるまあやられるんですよ。なんで、慣れは本当に重要だと思うので、そこをちゃんと慣れて使いこなしていけると、やっぱりまだまだ今の環境で、クイヒディガホグ使えるし、なんならシングルインフェルノとかを準備して、対策できたようなつもりになっている配置の部分っていうのをガツンとこうえぐっていくことができると美味しくなるってことなのかもしれないですね。さて、例えば次ですね、スパネク見ていきましょう。やっぱりね、スパネクがね、GS さんは皆さんうまい。スーパーネクロマンサーって、ちょっと前の動画でも解説しましたが、タウンホール12に置いて13カウントを、全開できちゃうぐらい、まあ、強力なユニットなんですね。で、ここ、やっぱりこういう風に隙間がこう空いてますね。こういうところ。こういう隙間。こういう隙間がやっぱり空いていて、災害層にユニットがこう出ていきやすいような、まあ、そういう配置を狙っていくっていうパターンですね。序盤のライトニングとクエイクは、この部分、二次方面に打っていきましたが、そうすることによってスーパーネクロマンサーの進路を、狭める効果が、期待できてますね。当然、透析機と、クロスボウ、これが折れているので、ダメージとしてもここは入っていて、防衛を避ける意味でも有効なんですが、このライン、このラインをしっかりと、スーパーネクロマンサーでこう押していく。ために、ここがカットできていることがすごく重要ということになるんですね。スーパーネクロマンサーはこの壁の隙間を狙って入れていきます。で、この壁を壊すのかな、壊しますね。壁の隙間から入れててもいいのかもしれないですけども、そうすると結構遠回りになってしまって、あまり美味しくないので、別にボールブレーカーで簡単に壊せそうな壁は壊しちゃおうというところですね。壊して中に入っていって、ストライカーが出てきましたけども、これアーチャークイーンが撃たれて、これちょっと際どくなります。ギリギリ耐えましたね。ヒーランが後ろからついてるんで、まあ、アーチャークイーンなんとか回復しながら先に進んでいきます。下方面に関しては、バーバリアンキングが、ね、突破していってくれて、相手のロイヤルチャンピオンを倒したところで止まってしまうんですけども、中央の区画にジャンプの呪文を打って、ここからですね、透析機を殴っていきたいというところですね。スーパーネクロマンサーがこれ壁殴って、壁からちょっと出ちゃいましたけども、中心
心部分に差し掛かっているこの状態、まあ、終盤にかけてばらける分にはあんまりよろしくはないんですよ、まあ、多少許容範囲かなというところです。本当はこうばらけずにまっすぐこっちに多分進んでいってくれるっていうのが理想的だと思いますけども、スパネクロマンサーの後ろにヒーラーがついているさえすれば、あとは、ね、そいつらがちゃんとスパネクを回復してくれて、一緒に出すこのビッグボーイと呼ばれるでっかいスケルトンと共に前進していきます。ユニット全然いないじゃないのっていうふうに思いません？この状態で。全然いないふうに見えるんですけども、まあ、でも実はスパネクが1体、ここにクイーンが1体、こんだけいるだけなんですよ。本当にいないんですよ、ユニット。なんだけども、この、ね、スパネクのやっぱりね、パワーっていうのがすごくって、まあ、クイーンはちょっとまだクロークが残っててね、回収状態に入ってるんで、ここ、フリーズを打って、こういう風に、シングルインペイの突破しちゃえば、その上からどんどん壁の外に出ていって、もう、あれなんですよね、迫撃砲とか、なんだ、ボムタワーとか、もうこんなの全然兵でもないんで、そこら辺を片っ端から、魔法攻撃を加えて、なぎ倒していくという感じですね。アージャークイーンもクロークを発動して、回収を早めて、ちゃんと時間切れも防止しながら、前回まで持っていくという感じです。まあ、この、スパネク編成使うコツは、やっぱり普通のネクロマンサー入れる場合と同じで、いかにスパネクのルートをちゃんと作ってあげるかということが大事な点と、あとこういう壁の隙間ですよね。こういうところ。まあ、これ今回入りで入っちゃいましたけども、出口にこっちを選んだ場合には同じことが言えますね。こういう壁の隙間。こういうのがあることによって、今回ここもそうですね。ここも。あることによって、スーパーネクロマンサーが壁を打つで壁で捕まってしまうっていう、場面をなるべく減らすことがやっぱ重要ですね。でそうすることによって、スーパーネクロマンサーの進行っていうのが止まらずに進むの で今回のアタックっていうのは結構多分時間そんなにめちゃくちゃ余裕はなかったはず。そうそうそう、今3分そうだ、こんなもんだ。2分50秒ぐらいの全開になってましたよね。結構際どくなるんで、そこをちゃんと見極めて、使うかどうかの判断をするっていうのが大切になるのかなと思います。これはもう、そのネクロマンサー使う場合も同じですけども、まあ、マルチインフェルノが多い場合には、スパネクの方がいいのかなと個人的には思ってます。やっぱり時間切れの、リスクがね、ユニットが広がったことで減って、スパネクが本当使いやすくなりましたよね。ヒーラー4体のスパネクです。トキさんが本当に、スパネク使うのめちゃくちゃうまいので、まあ、よく、この攻めは参考になるんじゃないかと思うんですけども、ヒーラー4体でおでひから始めていくんですが、1個ね、この攻めで僕すごいなと思ったのは、時間が、2分38秒ぐらい。で全開してるんですね。スパネクでこのぐらいの速度で全開できるっていうのは結構すごいことだというふうに思います。グランドオーデンのオデヒーとクエイクでここですね、しっかりこういう形で削りを入れていってます。で、上側からスーパーネクロマンサーを出していって、スパネクをちゃんとこの壁の中にこう誘導していくという感じですね。でウォールブレイカーを使ってやっぱりこれも壁を開けていきます。レイジーウォールブレイカーですね。確実に壁が開きますので、これで開けていって遠回りをさせちゃうっていうのは結構なリスクで、特にこういう角っこ、遠距離攻撃のスパネクの場合中に入んないっていう自己パターンがありえますんでね、しっかりと壁を開けていくっていうことが大事で、この点においてはやっぱりこれからスーパーネクロマンサーとスーパー、ウォールブレイカーダブルで使えるっていうことが本当に大きなアドバンテージになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、今気になっているのは今、これスパネク5体出していきましたよね。で、バーバリアンキング途中で落っこってしまっているんですけども、この中盤この辺ですね、序盤のこの辺でこうですね、こここれからってババキンを外周歩かせる際に後ろからまあ、ネクロマンサー2体とかを添えることができるようになると思うんですよね。その思う手ができるようになるじゃないですか、スーパーネクロマンサーとネクロマンサー同時に使えるようになるんで、ってなった場合にババキン外周でネクロマンサーとして歩かせることによって、カットの効果がすごく高くなりますよね。でそうすると今度は透過兵舎とホグライダーっていうのがイエティと同じようにそのベス方面から使えるようになると思うんですよね。だからなんていうの、今回の攻めで言えばスーパーネクロマンサー主力のスパネクをここから入れたじゃないですか。こういう風に入れてキングとあとウィッチネクロをこっちからこう回していって、でこっちの方に透過兵舎こいつね、こいつを流していって、でロイヤルチャンピオンもそこにホグライダーと一緒にこう加えていくみたいな、そんな感じでこの3点攻めっていうんですか、
酸素の攻めを作っていったら、もしかしたらめちゃくちゃこれ強いんじゃないのってことを最近ちょっと思ってます。俺ね、僕ほんと試してみたいんで、早くアップデート来ないかなと思って、もうめちゃくちゃワクワクしながら待ってるとこですね。まあ他のですね、きっとユニットとか呪文、まあユニットもないかな、呪文かなの追加とかも来るような話を聞いているので、聞いてるとか、まあそんな界隈の噂ですよ。もしかしたらもうこの動画が出る頃にはアップデートが出てるかもしれないですけどね。なった場合にはまたそっちの検証もしていきたいし、もうやること盛りだくさんで、ちょっともう楽しみが止まらないんですけどもね。新しい環境、まあ今言ってるのは攻め方も、使えるかもしれませんし、なおさらスーパーネクロマンサーが活躍する場面が出てくるんじゃないかなと思ってワクワクしますね。はい、では最後、やっぱり外せないのがこのね、これです、スーサイドラバルですね。あの世界選手権でもやっぱりこのスーサイドラバルってめちゃくちゃ皆さん使っていて、あの特に記憶に、残っている場面としては、星さんだったり、あとクラウスさんが、ね、頻繁にこの攻めを使ってらっしゃったかなと思います。で、中央部、今これ、相手のイーグル砲とアーチャークイーン、あとこれ何があったかな、ここ、インフェノタワーかな、をクエイクライトニングで削っていって、で、削りながらここまで削っていくんですね。ここを削ったんだったら、絶対に、この辺のどころか、ここの辺のどころか、ここなのか、ここなのか分かんない、または両方なのか、まあ、この辺を削っていくことによって、中央から含めてこういうつなげた形のカット、今もう完全にこうつながってますね、こういう風にカットされて、こういう状態を作っていくんですね。なんならこっちの丸いの方もつながってこんな風にカットできているんで、こうするとラバルが走るルートっていうのはもうすごく分かりやすいですね。こういう風になっている、こんな感じですよね。で、ちょっとこのはみ出てるところに関しては、数体のバルーンを当ててカットしていきます。ちゃんとこういうところね。で、主力のバルーンどう考えてもこっちですよね。これをガツンとこう入れていくわけですね。このまあラバルの回し方、カット用のバルーンと本体用のバルーンっていうのも結構大事で、まあ、今回の拓也さんめちゃくちゃすごいのは、これ、投石機が吹き戻されて、グランドウォーデンの範囲に戻った瞬間に投む、これ、わざとかこれわざとだったらやべえだろう。で、そのまま、バルーンと、ドラゴンですね、がタウンホールに当たるタイミングでフリーズをかけて、しっかりとここを削っていきます。かなりギリギリですね。ミリ残りでタウンホールが残っちゃったんですけども、焦らずにフリーズ、ヘイストを使って押していくと。大量のバルーンが後ろから来てるんで、おっと、これはいい感じですね。グランドウォーデンが、攻撃してタウンホール破壊してくれましたが、このバルーンがね、もしもあの上に乗っかっちゃってたらちょっとまずかったかもしれないですね。まあでもまずくないか。全然もうその後ろから来てるバルーンの数がえげつないぐらいの量がいるんで、まあこいつらがゴリ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 押してくれてって、そのまま全開だったと思いますね。まあいずれにしても終盤のタウンホールケアはもう勝敗に関係することがないぐらい、もう序盤のヒーローパートですね。この上方面、ライトニングとヒーローでここがこんだけ削れたとでもう勝負が決まっていたようなところがありましたかね。あのクランジョを削らないっていう、まあ、ライトニングの使い方っていうのは、今回みたいにその初見で攻めずに初見で行く場合なんかっていうのは、中に入ってる援軍が、まあ、空に反応しないようなやつが多い、まあ、例えば、ラバハウンドとかですね、全然削る必要がないのでもうそこを無視していっちゃう。で、それにそこを釣らないような位置からヒーローを出すっていうのが結構 大切で、これですね、この上のこの壁の隙間、ここ、隙間というか区画、ここにヒーローが入っても援軍釣らないことが分かってるんで、ここはヒーローで全然、クランジョをライトニングで壊さなくても破壊できちゃいますよね。だったらこの中央部をライトニングで壊しておいて、で、ヒーローパートを遠距離から撃ってくる、施設っていうのをこれカットしちゃおうということですね、ここ。で、今、くくっているこの右上の部分のヒーローパートをより伸ばせるような感じを作っていくということですね。やっぱりコツはバーバリアンキング先出してターゲットを取らしておきながら、後ろからロイヤルチャンピオンアーチャークイーンですね。この順番、うっかり逆にしちゃうととんでもないことになってしまうので、ね、そこは結構重要なポイントかなと思います。で、ラストいきましょう。ピュラさん、ピュパさんの攻めですね。ピュパさん。で、このスーサイドラバルも、ちょっと面白くて、ライトニング呪文4発プラスクエイク1発です。で、こう掘っていくんですね。中央部をやっぱり同じように。で、どんな風に攻めていくかというと、まずエアスイーパーをライトニング2発で折っていきます。で、さらに、ここですね。ライトニングプラスクエイクプラスホーミングシールドを使って、はい、区画を折っていく。で、もう1個のライトニングは確か、ストライカー処理に使うんじゃなかったかなと思います。こうすることによってエアスイーパーが潰れているので、ラバルの進行を妨げる、施設がまあ減っているということと、スーパーウォールブレーカーで壁を開けて、ここですね、バーバリアンキングをしっかり入れていく。
このためのこの実はウィザードのこのカット、ここがすごい見逃せないですよね。重要なポイントです。こういうやっぱ細かいカットの技術っていうのも上手い方は本当にしっかり計算がされていて、そういうところをやっぱり真似しないとですね、自分も上手くならないなということをまあしみじみ感じたところですね。アーチャークイーンがマルチインフェルノから相手のロイヤルチャンピオンまでの処理を見ようというところで、まあ、おそらく欲を言えばここを潰したかったと思ったじゃないですか皆さん。ああ、その通りなんですよね。後ろからボマ入れるんですよ。これがまあすごい。タンフォールのケアっていうのをバルーンでやることを前提に考えているので、ボマーでここを開けていきます。あ、壊していきます。で、ストライカーに関してはさっき言ったように、ライトニングの呪文を使って処理して、で、そのままボマーが、中央部のイーグル方まで、中に入っているバルーンと共に壊してくれるということですね。で、そうすると破壊率ももうほぼ 50% いってるんで、バルーンが黙っていてもこの、タウンホールに対して、攻撃ができる状態になります。っていうのは、タウンホールが 51% 破壊率、稼がないと、起動しないので、バルーンがスルーしちゃうんですね、序盤に。タウンホールにバルーンが当てようと思っても、クエイク使うとか、パティとか、ガンゴイルで一発与えないと。で、そういうことがない、破壊率になってますんで、しっかりとここに、フォームを使いながらバルーンを集めていって、破壊していくということですね。結構ね、バルーンで破壊しにくいんですよ、タウンホールって硬くて。まあ、なんですけども、2回の攻撃で、破壊できるので、まあ、それぐらいのタイミングでトムが切れないようにちゃんとギリギリまで待ってから発動させる。まあ、そこピルッパさんのうまいところですね。で、最後は、ヘイズの呪文もう残ってる状態ですね、1個。で、完全なソーラー回し完成という形になります。まあ、やっぱりその、突破兵器の使い方が面白いですね。今回のアタックで言えばここにバスターをこう通していくっていう手もあったと思うんですけど、まあ、そうしないでボマーを使っていったっていうのは、まあ、どっちが良かったのかはちょっと自分も分かんないです。なんですけども、いずれにせよ中心区画付近まで、ヒーローパートでこう壊していくって感じですね。こういう風に壊していく、こう壊す。そうすることによって破壊率約まあ 50% ぐらいにして、ちゃんとですね、バルーンの通るルートにタウンホールがある場合、それが起動してちゃんとバルーンが壊してくれる状態を作るということがやっぱりできるようなスーサイドパートが身につくと、このスーラバが本当楽しくなるかなというふうに思います。援軍処理をやっぱりもう今後の環境必須ってわけでももうなくなってきているじゃないですか。クラン城の周りに美味しい陶石とかがもうある配置ほとんどないんで。なので、今回みたいにスーラバ使う場合も、道中で援軍処理するパターンっていうのがやっぱりこれから主流になると思うし、多分これ一ランク上の、タイミングとか、使い、使用難易度を求められる戦術にはなると思うんですけども、やっぱり、使えると非常に強い戦術だっていうのはもう世界選手権でも証明がされてますんでね、ぜひ、やっぱ自分も練習していきたいと思いますし、まあ、このチャンネルでもたまにこうね、取り上げて、皆さんと一緒にこう使うコツなんかを考えてきたらなというふうに思っております。というところで本日ですね、バタングさんとの、一戦、GS さんの CWL からお届けをいたしました。非常にね、これからの環境でまだまだ使える戦術盛りだくさんで、コツが少しでもこう皆さんに使ったら良かったかなというふうに思いますし、参考になりましたらぜひグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またですね、これからもタウンホール11、12、13、幅広くですね、動画扱ってまいりますので、今後もぜひ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 ご視聴いただけたら嬉しいです。ではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。